はい、というわけでね、ダブルビーチ。はい、ダブルリーチというわけでね、ちなみに、現状白4山ですね。いやあ、もう全山なんよ。全然、あい。あ、チートイツかな、あれ。国士無双なんよ。結構手整ってるんですけれども、はい、ペイに来まして。あま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 あ別にまあ普通って感じですね。まあうんで、あえあリーチ初ドラドラ漫画とりあえず漫画ですね。間違えましたね。あーあーまあまあ感じまして、さああとは乗りまして、あとは乗りまして、あじゃあじゃあおやおや、いやでもですよ、まあまあいやまあ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 そこそこまあまあまああるその初いやドラ、いやいやおかしいおかしい壊れちゃってるから国士かなーみたいなね。まあワンチャン珍狼かなーみたいな。まあでもまあ第2戦やからまあ普通にまあ手なりかなーって感じで、まあちょっとどうしようかなーって感じですね。まあでも、イーソー引いたんでね、結構、まあキューピンか、急走引けば一応珍狼目が出てきますね。うん。まあもうローピンも切ってるんで、まあ多分珍狼とでしょう。まあ、さあ、あちらのお客様、カンニャー、カンニャーしましょう。おっとでも、あ結構強いですね。神ちゃん普通に強いですよ。髪長は普通に染めて、おーっと。あと、ま、一応ね、酸素を引いた時のケアしてるんですかね。あー、まあまあ、これでね。うん。いや、普通に髪長強いですね。で、あと、あ、下茶強いな。あれちょっと待って。下茶強ない?うん、なんか気づいてなかったけど。下茶めちゃめちゃ強いですね。で、普通にまあ、髪長も強いし、あー、これはもうなんかぶつかりそうな。これは相当ぶつかりそうなね、感じで、ポン。あー、なるほど。トイトイに行ってる感じですね。なるほど。トイトイ。で、こちらもいいシャンテン?こちらもいいシャンテン。いや、めちゃめちゃ強いね。めちゃめちゃ強いんですけれども、こちら、チェンパイさあ、キュービタン、あーいやー、パッツ神でしたね。いや、みんなね、それなりに強かったんですけどね。うん。それなりに強かったんですけど、パッツ神してしまいました。すでにね、ちょっと大三元がね、見えそうなね、形ではありますね。うん。あ、ただまあ、とりあえず国士、あ、でも E1 打ってるから国士否定しますね。早速ね、早速国士は否定しているんですけれども。まあ、大三元、まあ、パッと見てね、一番簡単というか、まあ、一番見やすいですよね。うん。僕は結構、まあ、国士とね、天秤にかけたり、まあ、しますけれども。はい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 。結構ね、もうズバズバ最初から打ってるんでね、もう大三元とかしか見てない感じなのかな。うん。周りがそうですね、まあ、そんなに強くはないかなってところですかね。でもこっちもちょっと遅い、まあ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 チュン引いてね、まあ、第三元のみとかはね、うん、結構ありますけどね、まあ、第三元のみとか、うん、まあ、第三元のみってなんやねんっていうね第三元のみとはってなりますけどね、うん、まあでも結構ズバズバ引いて、ああじゃ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 あ、まあまあまあね、まあまあとりあえずね、うん、まあ一応足りたので、ああ、で、チューンもハツもまあ、まあ、チューン1枚とハツが2枚ですかね。まあ結構ね、いますね。はいはい。で、ナンは、もう1枚しかないですね。ナン1枚しかないんで、まあ、ハツとチューン引かないでよいしょい。さあ、ちなみにハツあと1枚なんですけれどもね、まあ。ちなみにハツ1枚ですけど、はい、こちらみんな一緒に、おーい、チェンポイはい、リーチにあるというわけでね。はい。さあ、ちなみにね、ナンはね、まあ、あと1枚つぶやまにいますかね、うん。あと1枚つぶやまにいるのと、まあ、神茶がね、あの、ナンを1枚持ってるんでね。さあ、いやー、まあ、これ、流局かな、まあ。さすがにこれ、あ、じゃあ、じゃあ、い。まあ、出るんですよね、うん。そう、流局やったら動画になってないですからね。はい、12万8000で。はい、CPU 普通というところでね。今回は、CPU 二人対人類1ですね。うん。ちょっとね、やっぱり人類ちょっと不利なんですけれどもね。劣勢ではあります。はい。ただいまちょっと人類劣勢です。はい、これみんなの応援でね、みんなの応援で、ぜひね、人類にね、勝利をね、もたらしてあげてください。もたらしてあげてくださいというか、もう僕らのね、僕らのもうこれも人類なんでね。うん。僕らの勝利がかかってるんでね、もうみんなで応援してあげてください。さあ、というわけで、まあ、こちらは、まあ、そうですね。まあ、まあ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 、みたいな。
まあまあ、手は早そうですけれどもというところでね。で、人類は、まあ結構、まあ結構ね。うん。人類結構いいかな。うん。さあ、関しまして、さあ、あちゃんの CPU 普通もまあ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 、まあ、ぼちぼちシャンテンってところでね。うん。で、ちょっとそうですね。まあ、シャアがちょっと乗りましたね。まあ、シャアがちょっと乗ったかなといったところでね。うん。まあ、ただ、運送はブロックしてるんで、ここから数アンコウとかはちょっとなさそうですよね。なさそうですよね。ないとは言ってないけど。あはは。ああ、そのリーチにしまして、まあ、リーチドラ6ですかね。リーチドラ6。リーチドラ6、リーチドラ6ですね。うん。リーチ、まあ、積もればね、3個とかあるんですけど。まあ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 、別に、まあまあ、まあ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 、リーチドラ、さあ、かんじゃない。いや、大丈夫か大丈夫かそれ。大丈夫かあーろ。いや、でもまあ、まあ、ちょ、CPU どうしようね。これも、仲間あれなんですけれども。いや、別に、でもそんなに別に言うても、あれあれ、裏だなああ、もう、それはもう、それは100万やもん。はい、CPU 簡単というところでね。よいしょ。あ、これはね、初のみですかね。はい、CPU 簡単というところでね。今回は、じゃあ、トイメンが CPU1 と、人類2ですね。うん、人類、優勢です。うん。人類非常に優勢でございましてと。まあ、いったところなんですけれども、あんまりでも手配的にはそんなにね、うん。手配的にはまあそこまでかな。ちなみにね、これ、すごいです。ちなみにこれ奇跡が起きます。まあ大体奇跡起きてるんですけど、うん、まあ僕の動画大体奇跡起きてるんですけど、これは結構奇跡起きます。はい。ああ、というわけでね、まあリーチドラドラですね。うん。まあリーチドラドラですね。で、トイメンがまああまり何もないっていうのと、まあ神茶もあんま何もないですね。まあ。まあ、神茶もあまり何もないと。うん。まあ、どうでしょうね。まあ、こっから役場にするには、ちなみにですけど、今、リーチドラドラなんで、まあ、10番あげないといけないですね、こっからね。うん。まあ、さすがにね。さすがにこっから、あだ、さあ、人類あちらからもリーチ。さあ、おっと、人類あちらからもリーチかかりましたよ。いや、これは二軒リーで、あちら、ローソー待ちですかね。はい、ローソー待ち。で、こちらもローソー、あれあ、いや、でも、ローソーはちょっと、トイメンがね、3枚ブロッキングしてるんですよね。ローソーは、そう、お互いこれローソー待ちなんですけれども、CPU が3枚ブロッキングしてるんで、これなかなか厳しいですよね。うん。おお、ちょっと皮がね。あれ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 、ちょっと冗談でリーチ打ったんですけど、あれあれあれちょっと様子がおかしいです。あれあれ